フレンドリーディオね。フレンドリーディオ。え？こいちゃん、ケグゲット。ナイスケグゲッコ。ケグゲッコ、女性は怒られて当たり前なのかみたいなさ、こうすべきっていうのがおこがましいよね、でもね。はは、今からいいクリエイターサポートを紹介するよ。クリエイターサポートを開いて、え、え、え、はい、アナリクリック、はは。ナノホリックス6期生の時発表ですよ。本日もよろしくお願いします。今日はね、アナイさんとリプライされるまで終われない耐久配信をしていこうかなと思います。1試合で終わります。そうですよね、耐久配信で言うけど、はい、25分で終わります。終わります、すいません。はい、ということでね、今回はですね、はい、今ってもう敵が強いじゃない、フォートナイト。そうですね、もうみんなプロゲーマーかみたいな、エンジョイ勢からすると。だからエンジョイ勢2人がビクロイするまでやめれませんをやったらどのぐらいかかるのかというね、そういう検証でございます。はい、検証でございます。予想してみてほしいよね。そうですね、まあ、1試合で終わるだろうけどね、俺らクラスになるとね。ではでいいですか。なんでもいいですけどね、俺はモードに関わらず全然ビクロイ取れちゃうから。こいちがやりたいの、こいちの配信だから。あ、今こいちゃんの配信でやってます。行ってみましょうか、一回。まあ一回で終わりますけどね。うん、まあ一回で終わるしね、全然いいちゃう。俺より強いやつに会いたい。確かに。基本雑魚。確かに。死ねばいい。あれが。私ってあんまり、ビクロイ実はいっぱい取ったことないですよね。取った記憶ない、こういうちゃんと二人でやってて。本当に取れない。取れない。いつもおしゃべりとか一緒しちゃうからさ、口に集中しちゃう。そう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 、だから俺らがプレイに集中したらもう一瞬だべ。しかも今日はアナイさんと仲良くビクロイ取るっていうのが目標です。フレンドリーディオね。そう、フレンドリーディオ。え、噛んだな、ディオ。ディオ、ディオになってるよ。ディオ、ディオ、フレンドリーディオ。一緒じゃないですか。ディオ、ディオ。おいや、俺はディオ。うん、これもディオ。言えてへんやん、ディオ。激戦区いけますか。激戦区がわからんもんね、そもそも。こんなよくわかんない。多分ここじゃん。ホタエンジョイ勢はどこが激戦区かもわからない。わかんない。全然わかんない。我々はフォトナ配信者。わざと嫌がらせ、今の信じられない。仲良くやろう、今日はアナイさんくわいと。俺だってね、仲良くやりたいよ。ニヤニヤ、仲良く。ニヤニヤ、アーマーが俺がないよ。それで自分ばっかりさ、良ければいいみたいな。アナイさん、仲良くやりましょう。今日はそういう意地悪言わないで。いや、意地悪じゃないよ、別に。だって今俺アーマーなかったの事実だし。俺のこと意地悪っていうのやめてよ。いや、俺のこと意地悪っていうのやめてよ。なんでそうやって悪く言うのさ。仲良くじゃないの？仲良くやるって聞いてたんだけど。よし、やっちゃいますか、じゃあ。行きましょう、行きましょう。アナイさん、これヘビーショーだ。一人ロー？あ、一人やった？あ、もう一人ここ？こいつもロー？いけるよ。こいつカウンター食らってる。はい、はい、ということでね、どうもありがとうございました。ダメージめっちゃ与えてるから。これでも一人やりました。え、でもほぼ俺が削ったよ。俺171与えてたもん、そいつに。すごいすごい。今のはこんにちはの段階だったから、うん、今からもっと距離縮めましょう。距離を縮める？俺とこいちゃんの中のってこと？そう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 、距離縮めたらもっと勝てる。フレンドリーデュオだからね、今なんかちょっと喧嘩みたいになってたしね、今。そうそう、仲良くしよう。絶対マイナスのこと言わないようにしよう。言わないように。こいちゃん今日何食べた？これ今日焼きそばとフレンチトーストと、うん、あと、うん、今日少ないですね、ケンタッキーと。あ、少ないんだ。うん、ケンタッキーと、うん、あとチョコクロワッサン食べました。うん、チョコ。お前デブだろ。あ、マイナスのこと言ってもうた、しまった。あ、そうだ、アナイさん仲良くやろうって言ったのに。うん、大丈夫、いい意味でデブ。せーのとありましょう、いきますよ、はい、せーの、ポンポン。あ、これ仲良し、仲良し。あ、アナイさん。仲良く死ねたね、俺たち。激戦区、それ激戦区っぽいな。はい、ぽいですよね、なんかねえ。今なんでせーのって言ってくれなかったの？俺たち仲良しじゃなかったの？ごめんなさい。せーのはもう絶対決まり事でしょ。うん、ごめんね。謝るんだったらもう許してあげるけど。こいちゃん、ケグゲット、はい、ナイスケグゲッコ。
ケグ月光、ケグ月光近いの。ググってもいいですか。いやいやいや、あ、何してんのお前。アメイさん、ちょっと抜けられて、あアメイさん、今何飲んでるんですか。水。うわ、仲良し、お揃いですよ。水飲んでんの。お揃いお揃い、うん。いや、こんなことないからね、お互い同じタイミングで水飲むとか。確かに、体の中一緒みたいな感じってことですよね。ちょっとキモいな、それは。俺でも棒みたいなの生えとるけど、ホリちゃんも生えとるってこと。一緒ってことは。俺なんか男の子しか持ってない、あの伝説の剣みたいなのあるけど。え？最高、レッツゴー。せーので行くよ、せーので。いきます、せーの、ダン、ポン。あー、オッケーオッケー。これなかったから負けたんちゃう、さっきアンチ行かないと。あ、アサト使ってないので、アサト玉入れます。あー、その心遣い、気配り、いいですね。嬉しい。ウルピーマン、俺はちょっともう仲良くすんのやめようか。ウレピーマンに反応できんやつと仲良くできへん俺。違う違う、あまりの可愛さにちょっと、うん、あー、そっちね。どうしたらいいかなと思って。なるほど。まあまあわかるけど、可愛いってのは。いや、これあのアナイさんとフォトナイトしたかったから嬉しい。ウレピーマン、ウレピーマン最低、本当に。ウレピーマンもっとあれよ、裏声つかないといけないから。ちょっと足りてなかった、こゆちゃんに今問題ある。サンプルボイス作ろう、ウレピーマンで。ナノホリックってサンプルボイスやったことないの。ないですね、あんまり。じゃあナノホリックウレピーマンシリーズで、じゃあちょっと行こうか。ありですね、入れましょう、うん、全員ね、こゆちゃん以外もウレピーマンやってもらおう。ヤマイさんも買ってくれる。俺もナノホリックの中に俺のボイスを入れる。ウレピーマンやります。デュオは男と女の子がやってるイメージ結構あって、女の子をキャリーしたいっていう男がガチでやるから。あー、確かに、そうたまねですね、それ。そう、キメプされたい。うん、アナエさん、こい、無理、うるせえ。早い、お前がしろ、お前が俺にキメプしろ。トノプしてくれ、トノプ。キャリーされるとゲーマー女子はキュンキュンするらしいからな。いや、しますね、めちゃくちゃ。うわー、かっこいいなってなりますね。でもだってみんなゲーム上手いっていいね、みんなね。逆になんか自分よりなんて言うんでしょうか、同じぐらいとか始めたてだったら逆に可愛いなってなりますけど。はいはいはい、なんでもいいんじゃん、もうもはや。そんなことないよ。アナイさんだってヘタペな女の子可愛いなって思いません。まあそれはそう、上手い女の子引いちゃう。なんで。キモってなっちゃう。アナイさん、なんか知った、何食べたいですか。豆腐。好きなんですか。え、美味しくない、でも豆腐って。あんまりご飯で食べないかもしれない。だから太ってんじゃない。太ってないでば。私、アンナイさんのせい、その印象めっちゃついてるんですよ。あ、嘘、モデブちゃんキャラついてる。アンナイさん言ってたんですけど、本当に200キロあるんですか。200キロないね、さすがに。何トン体重。トンもないってば。アンナイさん何トン。1トンぐらいかな。橋とか登れない。え、何、橋とか登れないですか。橋とか登れない、何の話をしてるの。え、橋登る、橋ごとかってこと。うん、何、橋登れない、何、もう怖い、あなたが。橋って渡るもんじゃないの。でも登るのと渡るのできなくないですか。橋登れる、え、どういうこと、何。大丈夫、本当どうやって育ってきたの今まで。え、今何時間やったこれ配信。83分だか1時間半ぐらい。なエンジョイ勢はビクロイ83分取れないんやね。なるほど、今のフォートナイトが分かってきたぞ。なるほど。あ、なんだって思ったコメントが。え、いた、抜かれまくりじゃないさっきから。なんでコメント読んでるから。抜きやすい体してるんですかね。抜きやすい体はちょっとやめた方がいいね。違う。違う。ちょっと抜きやすい体はちょっとやめようね。違う違う、すいませんでした。てれんでたん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 と、いた、花咲く森の道、ちんぽこどっこいしょ。え、そういうのがあるんだからしょうがないじゃん。あるんだもん。でも言わないの。ちんぽこどっこいしょ、何がダメなん。しないです。あ、やば、俺もやん。
いや、痛い、最悪や。痛い、ごめんなさい。こいつがビクロイ取れば、もう全部終わるからな。そうでしょ。お姉さん、最近何して過ごしてるんですか？サウナ。え、じゃあ、ハマってることとか？サウナだから。察しろよ。じゃあ、最近、うん、お前、そっかサウナで広げろよ、話を。話だから広がんないんだろ。じゃあサウナ、サウナ、楽しい？楽しいわけねえだろ、サウナが。楽しいと思って入ってる人いねえだろ。大体わかるだろ。じゃあ、どれぐらい入るんですか？それ聞いて何になるんだよ。10分だよ、10分。サウナ終わったら何飲むんですか？お前下手くそかよ、会話、本当に。サウナの良さって何ですかとか。サウナ知らないんだったらそっちじゃない？あ、サウナの良さって何ですか？いや、下手か、俺の。ねえ。サウナマジでね、メンヘラこそ入った方がいい。メンヘラこそ？メンヘラこそサウナには入れ。頑張れ。ああ。ほら。ほら。ほら。なーに？ほら、下手くそな会話をしてるから。じゃあ逆に男の人は何でもいいの？受け入れんの？小ちゃんは。ああ、でも好きな人だったら何でも。本当に臭くてもいいんだっけ？あ、全然全然。え、好きな人なら。めちゃくちゃクマみたいに毛生えてても全然 OK。 全然大丈夫です、好きだったら。変態じゃん、もうそれ。なんか好きな人だったら本当全部愛おしいなって多分なる。そうなの？それよ、でも全てを受け入れちゃうみたいな。そうですね、なんかそれがあるからってなんか、うん、えとか思わないです。いや、実際でも恋愛したことないでしょ。はい。穴が。まあでもなんか最近あるよね、話として。なんか男女どっちがおごる問題みたいな。女性はおごられて当たり前なのかみたいなさ、そういう問題、はいはい、永遠のテーマあるやん。そうですね、確かに。俺はもう金持ってるやつがおごればいいと思うし、別にどっちでもいいんじゃないと思うんだけど、まあでも基本的に男性はおごりたい生き物やと思っとるけどね、俺、女性に対して。俺は割り勘でもいいと思うし、でも俺は割り勘めんどくさいから絶対おごるのね。なんかそのレジの前で財布で、はい2000円はいって渡すのがすごい嫌いだから。まあでも人によるんじゃない？もうそのこうすべきっていうのがおこがましいよね。でもね、お互いの中で納得する形でお支払いができてればそれでええやんって思うけど。でもなんかわかる、女性の言い分も。なんか女性は化粧とかその服とかそのデートするために準備にすごいお金をかけるから、おごってほしいよねっていうのもわかる、その気持ちもわかるし。でもそうじゃない人もいるからね。だからそれはお互いの中で決めるしかない。いい折り合いを。そう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 、なるほど。結局人それぞれだわ、すべての答えは。勝てるよ、さすがに勝てるんじゃない？3時間になる前に勝ちたいですね。3時間になる前に勝ちたいね。こんなかかんだな、1ビクロイで。そうですね、そういうこっちゃね。趣味本当1時間しないでいけるんじゃないかなと思ってた。軽い気持ちで始めたけど思ったより大変だった。取りたいですとか言われて、別にこっちは取りたかねえよとか思いながら。ちょっと連絡させていただいて。ビクロイ撮りたいです、撮りたかねえよって思いながら。いいよって言った。でもお姉さん、私クラカレいっぱい誘ってる気がする。あ、でも最近そうね、最近成長したんです。俺以外誘ってる？え、あまり。俺はバラバラすぎるわ、さすがに。これまずいですね。まずいまずい。戻ります。大丈夫か、やってんだけど。おぉ、全部やったやん。キャー、いけるかもしれん。全然なくなったかも。マジ、やったー。あと15人そろそろ決めちゃいますか、アナイさん。決めちゃいましょう。アナイさん、びっくりしたらウレピーマンって言ってほしいみたいです、みんな。任せろ、ウレピーマンね。こいちゃん1枚抜いて、こいちゃんが後ろから。はい、バレてない、バレてない、バレてない。抜ける。あ、1人やりました、1人やりました。ごめん、死ぬ。一人はやった、一人はやった、はい、ここあと1枚。やりました、やりました。ナイスナイス、オッケー、ナイス、いけるぞ、いけるぞ。あと4人です、アナイさん。あーあー、今締めないで欲しかった。やれたぜ。ごめんなさい、一旦次飛んじゃった。下降りてきな、下。
人やって資材がない。こっち100ぐらい入ってますね。釣れますか？もう一人も100ぐらい入ってる。あ、2パなんだ。3対2ですね、これ多分。オッケーオッケー。あ、それ肉ダメだ。やばい。あ、それやりました。あ、ごめん。はい。でもめっちゃローにした。オッケーです。頑張れ。もう一人やった。ナイス、あと一人。あと一人。じゃあこれだ、ここだ。ナイス、いけるよ。ナイス、ナイスさん。イエーイ。ということでですね、今の環境エンジョイ勢がビクロで取るためには2時間35分かかりました。かったー。いや、投げよ、強えわ、周りが敵がよ。本当に強かった。本当にしんどかったな。3時間以内で来たね、でもね。ねえ、嬉しい。あ、ウレピーマン。あ、ウレピーマン。あ、そう、かぶせた。いいよ。かぶしていいよ、別に。